今ねこうやってちょんとした時にね軸辺とかすごい重く感じるんですね。多分ここは潮目なんだろうなと思うんですけど、そこに入ってるからアジがほらアジがいてくれるとそこで食うんですね。こういう風に釣れるわけです。アジのいるところはその竿で感じることができます。釣りをする時にグリップが大事で、よくこれをギューッとこう握っておられる方はおられるんですけど、ギューッと握ってこっちを安定させてしまうと、これ天秤なんで重さがわからないんですよ。軸ヘッドの本当にふわふわで握っていただいて軽く持っていただくことによって、その軸ヘッドの重さの変化っていうのはわかるんですね。できるだけここは軽く握っていただくと、軽い軸ヘッドを使う時にはもう絶対です。ギューッと握ってしまうと本当にその変化なんてわかるわけがない。本当に軽く軽く指先だけで持つような感じですね。僕は基本人差し指と親指でこうやって持って、あと指添えるだけです。こういう感じですね。どっちでもいいです。これはこっちでもいいです。こっちでもいいです。とりあえず指添えるだけ。そうするとあの軽い軸ヘッドの変化がすごいわかりやすいです。今ですねちょっと潮が上げてきたんですね。干潮から上げ潮がちょっと入り出してですね、で風が止んだんですね。で風が止んだおかげで表層でちょこちょこライズしだしたんですね。でアジが入ってきたみたいなんです。さっきまで全くいなかったんですけど、今ちょっとこれぐらいのサイズのアジが入ってきて表層でライズしているような状況ですね。これ風がまた吹き出すと浮かないと思うんですけれども、風が今止んでる状況だったんでちょっと浮いていて、で表層をちょっとやらせてもらったらすぐに釣れてくれました。もう活性は高いんでライズしてるようなやつ。 BK ヘッドの 0.5g 0.5g にパフネークの灯火がついてます。これでやってます。このちっちゃいやつです。 SFR の51ですね。でラインがピンキーの025を使ってます。でリーダーは 1.25 を使ってます。ジョイントラインの 1.25 ですね。こういう取りやすいです。そうですね、ちょっと遊んでみます。じゃあちょっと逃がします。サイズはそんなに出ないでしょうけど、表層に追ってくれりゃ楽なんです。そうですね、あると思わんかったから。あ、当たった。よし。折れば簡単なんです。よいしょ。お、ちょっとマシなやつが浮いとる。こんなやつが浮いとんにゃ。もう 4g なんて使う必要ないですね。浮いててくれたらアジが入ってきて表層に追ってくれれば簡単ですね。もう本当にカウントゼロという感じですね。やっぱりあの揚げ潮であったかい潮が入ってくるんでしょうね。でやっぱり魚が入ってきたという感じですね。全くいなかったですよ。潮が引いてる時も全くいなかったんで、干潮から揚げに変わった途端に入ってきましたから、風が止んだんでそのプランクトンが表層に漂ってるだけなんですね。要するに風が吹いてる時というのは風に流されて堤防なんかに当たって潮目ができて沈む潮ができるんで、それに引っ込まれてて下の方で餌が溜まるという形なんですけど、風が今止んでしまったので沈む要因がなくなってしまったんですね。でそうすると表層に漂ってるプランクトンも表層にアジが浮いてきて食べてるということがこのライズの原因なんですね。そうすると表層を漂わしてやることによって釣れるわけです。だから 0.5g でもう本当にあの表層10センチぐらいを意識してここら辺漂わしてやる。そうするとあのワームを食いに上がってきてるんではないんで、プランクトンを食いに上がってきてるんで、プランクトンの中にこのワームを入れてやると食べてくれるという寸法なんですね。だから本当に表層やらないと釣れないんですけど もう今また静かになってきたから釣れるかどうか分かんないけど、まあ、とりあえず表層やってみますね。だからもう本当にあの10センチぐらいのところに漂わせる意識です。沈めてしまうとまず食わないんで、その意識でやってますね。あ、当たった。ですね、今ここにハンドルがついてるんです。ハンドルとバランサーがついてるんですね。で今までのゼログラ4までですね、軽さを追求してきたんです。いかに軽いハンドルにするかというところを追求してきたんですけども、近年もうますますリールが軽量化してきて、もうリールが軽くなるっていうことはどうしても前がこう重なるんですね。で我々その 0.5g とか本当に 1g 以下の軽い軸ヘッドの存在を知りたいわけじゃないですか。そうすると前がこういう風になって前が重いと、前の竿の重さプラス 0.5g の重さの変化を知らなければいけないわけですね。でそうなるとかなり厳しいんで、でハンドル、今回のハンドルは若干重くしました。重くして、でその代わりですね、長さを変えれるようにしたんです。まあ、0g マルチということにいう名前なんですけども、この
ネジを外していただいて、これをこっち、これをこっち組み替えると1センチ伸びます。ですから、まあ、アジング用ではこの75ミリでちょうどいいと思うんですけども、エギングとかそういったものに使われるときはこれを85ミリにしていただくと、まあ、そういったものにも対応できる。あるいはボートアジングなんかでちょっと早く巻き上げたい、パワーのあるところで深いところから巻き上げたいというときはちょっと長くしていただいたらいいということですね。でこっち側のバランサーなんですけど、バランサーも外重心にして、これと重心重さはちゃうんですけども、こうやったときにちょうど真ん中に来るように、リールがぶれないように真ん中に来るようにしてあります。でこういうバランスにしてありますね。左右均等になるように取ってます。だからそういった意味で、あの軽いジグヘッドを使うときに、これちょっとリール軽いときはこういうバランサーとかハンドルを変えていただくことによって、ちょうどいい重さになっていくと、それですごい分かりやすい感じなんですね。こういうふうになります。水平になります。でこれでちょっとジグヘッドが入ると、これだけで前が落ちるような感じになってます。もうこれだけで、あの僕は前が下がってるのが分かるんですね。ここでですね、ちょっと戻るんです。こういう感じで戻ります。分かるかな。こういう風にして下がって戻ってという感じで 0.5g でこれぐらい下がるんですのバランスにしてます。そうすることによってすごい分かりやすくなってます。めちゃくちゃもう本当にそれに特化してる、軽いジグヘッドに特化したロットなんで、そういった細工までしてあります。こういうバランス設計になったり、このリールとバランサーを、ハンドルとバランサーを使っていただくと、余計そこが顕著に分かりやすいかなと思います。で普通にやってたら全部沈んじゃうんで、どちらかいうとこう上に上げるイメージでやってます。上に上げるイメージというのは、基本的にこう沈むわけじゃないですか、テンションホイールしたら。でこれをこう上げることでこう水平に来ますよって話なんですね。だから今ロッドワークを普通にこの状態で、例えばこうやって持ってきたら、まあ、こっち側へずっとこう移動するような形になるんですね。でこうやって持ってくるよりは、こういうふうに上げてやる方が表層をより漂わすことができるんですね。時間かけて着水も問題なんです。着水をこのままこうやって普通に着水させて戻して、こうやってやるともうカウント5まで沈んじゃってるんです。これではもう50センチぐらい沈んでることになるんで、その50センチ沈んだのを10センチまで上げれないんで、どうするかというとですね、強制的に着水させるわけですね。で強制的に着水させるというのは、投げた途中でベールを戻してしまうんです。この状態から戻してしまったら強制的に着水できますね。そうするともうその着水した時点からすぐに始めれるわけです。でここでこうやってやって、ロッドをこう上に上げるような形で持ってくると、表層10センチを吊ることができます。もうこういう釣り方ですね。上に上げるようにして漂わしてるわけです。こうすると沈まずに表層ずっときます。当たらない、いない。だからあのアジがいさえすればこれで釣れてくれます。重いジグヘッドだとまず沈んでしまうんで釣りにならないです。で軽いジグヘッド、まあ、0.5g とか、重くても 0.8g ぐらいまで、で表層ずっとこうきます。もう本当に10センチぐらいをこう漂わせるイメージですね。当たった、あーかからんなんと食い方が良くない。堤防際ギリギリにいますね。ここの際におるんや。離れたら食わんなんとややこしい。ライズしてくれへんかなもうちょっと簡単なところでライズしてくれへんかなそうなんですよ、堤防と平行にこう来た時にこの木へりで食い寄るんですよ。めっちゃややこしい。よし、こういう感じなんですけど、ほんまに堤防際で、あれどこ行ってんの、どこ行ってんの、あれどこ行ったん、あ、堤防の向こう側に回りやがってヘリギリギリにおるんで難儀です。まあこういう風にして釣るということです。堤防ギアを釣らないといけないん で、まあうまくやればこうやって飲み込んでくれますし、まあこの飲み込まないはもうその時の食い方次第なんですけども、
まあ、そういう釣り方ですね。この競争でライズしてるやつ釣るのはもうこれしかないんで、ジグヘッドの重さをこう感じれる、このロッド本当にその1グラム以下を主にこう作ってったものですから 0.5 グラムとか一番得意な重さなんですね。だから今みたいな表層のこういう釣りというのはものすごく楽にできます。でかなり飛ぶんですね。飛距離が出せるんで本当にうまい具合にやっていただくとかなり釣りやすいロッドやと思います。オープンなとこにいてくれへんかなと思ってオープンなとこ投げましたけど当たらんですよね。やっぱりやっぱり堤防際ないな。でもライズなくなりましたよね。また 0.5 グラムでゆっくり沈めてってみようか。こうやろうか。こうやってあのどの層にいるか分かんない時というのはこう今ジグヘッドをこう重さを感じながらずっとこう送ってってるんですね。で縦にずっと送ってってるんですけど、こうやってやることによってあのどこにいるか分かんない時のレンジを探る、レンジを探るにはすごい便利なんで、今はだいたい20カウントぐらいですね。20カウントぐらいまで沈めたところで当たりました。層をずっとこう分からない時に張らず緩めずの状態でゆっくりこうじわーっと送っていくんですね。その時にまあこれに重さを感じながらまあ落としていくんですけども、 0.5 グラムの重さ感じるのって言われるんですけど、だちょっとずつ分かるようになると思います。使っていただいたらそれでちょんちょんとした時には分かりますから、分かんなくてもちょんちょんとして分かればそのままゆっくり送っていって、な当たりは混入で来ますので、そうするとこういうのが釣れてくれます。で今だいたい20カウントぐらいですから、次 まとめに20カウント落としても多分釣れるとは思いますけども、それでレンジを探るという方法ですね。結構幅広く入ってきてるみたいな感じですね。サイズがまあまあ普通サイズになってきたから全然ボトムで苦しんで釣る必要はなくなってきた。ちょっと解説しながらやってみようか。これ投入しますでしょ。投入してだいたい10カウントぐらいから始めるんですけど、この状態でちょんちょんとやって、でここからゆっくりこう送っていくんですね。ゆっくり送っていって、この時に若干あの重さを感じてる感じですね。でこの SFR5251 はすごいそれが分かりやすいんです。でこの状態でずっと送っていって、まあ、テンションホールしてしまうと手前へずっと来ちゃうん であんまり手前へ来させたくないんで送ってるわけですね。何がしたいかというと魚のいる層を探してるわけですね。あのレンジと言った方がいいのかな、その深さを探してるだけです。でこうやってゆっくりじわーっと送ってくるんですね。でスローにずっと 0.5 グラムの本当にあのフリーホールに近いような状態で送ってます。であの何カウントかに1回こうやってシェイクを入れるわけですね。このシェイクもあのこの程度です。本当に小さく誘ってるんじゃなしに節目みたいな感じで入れてるだけです。でこうやって落としていく途中に当たりがあるという感じですね。また風が止んだな。で風が止んでくると結構上の方か下の方になってくるんですね。プランクトンがこう沈む要因というのがもうあの潮か風しかないんですよ。まあ、風言うてもまあ風が潮を起こしますから流れを起こしますので風と潮しかないんで、まあ、それによってこうずっと沈む潮が起こってくるということになります。結構入るな。結局ボトムまで行くんちゃうこれ。でこういうふうにしてずっと探ることによってその深さが分かるんですね。でこれで深さが分かれば、まあ、普通に投げてそのレンジまで入れてしまえばいいことなんで、
ね、0.5g でもこんだけ今も多分20回ぐらい巻くぐらい入ってましたけども、それぐらい入っていくんです。本当のこれ、あの流れに乗せてやるのが本当のやり方なんですね。流れに乗せてなぜやるかって、流れってこう筋があるんですね。曲がっていてもこういう風になっても筋がある。その筋に魚はつくんで、それをできるだけその筋に入れたいときによくやる方法なんですよ。普通にこうやって流れに逆らって、こういう流れに対してこうやって置くと、こう横切ってくるわけですね。テンションホールさせると。で、こう横切るとこの筋に対しては点でしか接しないんで、その筋に横できるだけこうドリフトさせていきたいんです。で、その時にちょっとこう送り持ってやっていくと、この角度がこういう風になるんで、少しでも長くその流れの中に置けるという、そういう釣り方なんですね。で、それをまあこういう風にして潮が流れてない時に縦に探って、そのいる層を探るということを応用でしてるだけです。これなんかの場合、ほんまに今風がないからこんな 0.5g とかでできますけども、風がある場合はこれを重たくして同じようにやるわけですね。で、風があった場合、ラインがこうはらむんで、あるいは抑えられるというので、スピードが変わってくるわけです。沈むスピードが、はらむ場合は沈むが遅くなりますから、その時はジグヘッドを重くすればいいんですね。で、こっち側を抑えられるような時は逆に速くなるから、その時はジグヘッドを軽くするような形になるんですけど、まあ、それによってあの沈下スピードを調整しながら釣っていくわけですね。今ちょっとこっちから風が吹き出したんで、こうラインがこんな横向いてます。これでもう浮かされてほとんど沈んでないと思います。 0.5g、 こうなってしまうともうレンジが探れないんで、もうこれどうしようもないですね。表層しか釣れないような形になってます。こんなもんをピックアップしてもらって、ジグヘッドを重くするか、あるいは、まあ、あの風上に向かって投げるかですね。そういうふうにしてもらうような形をしないと無理だということになります。こっちやってみましょうか。こういう形にして、こっちから風が吹いてるから後ろへ下がって、で、この状態で風を当てさせてやると沈んでてくれるんですね。こうずっとラインが入ってきますから、こういう状態でずっと沈めていくわけです。さっきとあのラインの膨らみが全然違いますでしょ。さっきはこう膨らんだような形で上持ち上げようとする、今度はこっちからの風なんで押さえつけようとするから入っていくんですね。だからできるだけ向かい風で取った方がジグヘッドは素直に入っててくれるわけです。軽いジグヘッド 0.5g でもこうやって入っててくれるわけです。で、こうずっと沈めてって、で、また糸出して、またゆっくり進めていく。こういう釣り方ですね。で、魚のいるところまで行けば、魚がいれば当たるんで、今ね、こうやってちょんちょんとした時にね、ジグヘッドがすごい重く感じるんですね。多分ここは潮目なんだろうなと思うんですけど、そこに入ってるからアジがい、ほらアジがいてくれるとそこで食うんですねこういう風に釣れるわけです。アジのいるところはその竿で感じることができます。勝手に魚が食べてくれるわけです。何もしてないです。僕そこにじーっとさせてたわけです。潮が重いぞというところにじーっとさせてただけで、勝手に竿先が曲がったも分かったと思うんですけども、そういう感じで食べてくれるわけですね。実に簡単な釣りです。ジグヘッドの重さを常にこう気にしながら、気にできる竿なんですごいよく分かるんで、それを気にしながら待ってたら勝手に魚が釣れてくれます。この堤防際っていうのはすごいいいポイントなんで、こういうところで釣ってもらうと本当に簡単に釣れます。やっぱりその堤防際におるんですね。そうです、もう際1メーターぐらいのところですね。やっぱりあの一番餌のたまるとこなんで、変化のあるとこなんで、堤防際はすごいいいですね。わ、もう釣らされてる。堤防際からだいぶ離れて釣られてますね。はい、そうしないと気は釣れないんでねこうやって沈めてって、ちょっとこうした時にジグヘッドの重さが変わるとこですね。そこがあるんで、そこにちょっと止めといてやるとそこで当たります。あ、この辺なんかちょっと重たいですね。
結構あの釣りをするときにグリップが大事で、あのよくこれをギューッとこう握っておられる方は笑えるんですけど、ギューッと握ってこっちを安定させてしまうと、これ天秤なんで重さがわからないんですよ、ジグヘッドので。本当にふわふわで握っていただいて軽く持っていただくことによって、あのそのジグヘッドの重さの変化というのはわかるんですね。だからもう比べていただければいいと思うんですけども、一度こうやってギュッと握った状態でジグヘッドをぶら下げていただいてちょんちょんとやっていただくのと、軽く握った状態でジグヘッドをぶら下げてちょんちょんとやるので感じ方が全然違うんですよ。ですから本当にあのここを安定させないということがすごく大事で、安定させてしまうとそのこれ動かないんで、その重さの変化というのは分かりにくいんですね。だからできるだけここは軽く握っていただくということが大事です。軽いジグヘッドを使うときにはもう絶対です。もうここをギューッと握ってしまうと本当にその変化なんて分かるわけがない。本当に軽く軽く指先だけで持つような感じですね。僕は基本人差し指と親指でこうやって持って、あと指添えるだけです。こういう感じですね。どっちでもいいです。これはこっちでもいいし、こっちでもいいです。とりあえず指添えるだけいう感じで持っていただくといいと思います。そうするとあの軽いジグヘッドの変化がすごい分かりやすいです。でこれ慣れですから、もう僕らも昔3グラムとか2グラムでずっとやってたんですね。ベイトパターンだったん で冬になると網パターンといって、いわゆる今のプランクトンパターンと同じになるんですけども、その時になるとやっぱり2グラム3グラムでは全く釣れないんですね。で、まあ、仲間のやつらみんなやめてったんですけども、それでもなんとか釣りたいじゃないですか。でジグヘッド1グラムのジグヘッド自分でこさえなかったから、その当時軽いジグヘッドが、で自分でこさえてでやると釣れるんですよ。で釣れるんでわからないですよ。でも1グラムがどこにあるかなんてだって2グラム3グラムばっか普段使ってるわけじゃないですか。それでこんな1グラムなんてどこにあるか全然わからないんです。わからないなりに使ってても釣れるから、釣れるうちにだんだんわかるようになってきたんです。もう本当に最初は皆さんと一緒で何のこっちゃ全然わからないんです。でもちょんちょんしたらわかるし、そうしたら釣れるし、なんでまあ釣れるからいいやと思って、そのまま 1g 使ったらだんだん 1g が、これが 1g の重さなんやっていうのが分かるようになってきて、でそうやってうちに、あもうちょっと軽くしてみようって言って 0.8g 作ったりして 0.8g が分かるようになって、 0.6g が分かるようになって、だんだんこう軽いのが分かるようになってきたんですね。要はもう最初は誰でも分からないんで、とりあえず使い込むしかないんですよ。で軽いものを使ったら釣れるということが分かれば、もうそのまま使い込んでいればだんだん分かります。もう最初だけですね、分からないのは。だからあの 1.5g とか 2g で釣れりゃいいんですよ。釣れないケースが多いん でそうなると必然的に軽くしないとどうしようもなくなってくるん でその時にやっぱりこういうちょっとそれに特化したロッドを使っていただいて、軽いものを存在を分かりやすくしていただいて、あとはその慣れていただくともう簡単だということになりますね。今ライブしたね。とりあえず軽いジグヘッドというのは抵抗が終わりな方多いと思うんですけども、慣れていただくと本当に簡単なんでどこでライズしたかよくわからないけど、とりあえず表層やってみます。その単発で終わらんとってほしいよな単発で終わられると合わせようがない。風がなくなると途端にライズしだすよね。でこのロッドだと 0.5g がやっぱり 17-18m 飛んでくれるんです結構飛ぶんですね。だからすごい範囲広く探れるんで。いい状況になると思わんかった、これはね海水と氷を混ぜてます。でそれでこうやって締めたやつをですね、こっち側にこう冷え込ませ漬け込むわけですね。でこうすることによって、まあ、あの完全に血が抜けて魚もあの美味しく食べれます。この塩氷が大事なんですね。あの見分けしないためにこうやって水入れてます。あのアジはかなり熱量を出すんで、でかなり冷え込ますということでやってます。
昔は血抜きしてなかったんで、それでかなり大きめの氷でやったんですけども、今こうやって血抜きしてもう暴れないような状況で冷やし込んでますので、全体が冷えればいいだけの話なんで、チンチンに冷えてくれればいいんで、まあアジの場合ここで神経締めとかそこまでする必要はないと思います。これで全然美味しいです。